キロバイトマシノストロイエニアは、ロシアのモスクワ州コロムナにある、国防企業で、ミサイルシステムを専門とする研究開発と、その製造を行っている。ロシアの国策企業ロステックの子会社で、ビサコトシニエコンプリクシが、同社の株式を保有している。日本語では、機械製作設計局と呼ぶこともある。KBM はソ連国家防衛委員会令1576号により、 迫撃砲を担当する設計局として、初代主任設計技師に、ボリス・シャビー・リンを迎えて1942年4月11日に設立された。大祖国戦争において、数々の兵器を設計した功績により、会社として、レーニン勲章や赤旗勲章を授与された。旧章は、SKB-101 及び、SKB、ガゲ、 格好法特別設計局の意味である。同社に在籍した著名な設計技師としては、ストレラマイナスニアイスカンデルの主任設計技師を務めたセルゲー・ネポベディミーア,アンドラニーク・テルステパニャンがいる。現在の主任設計技師は、VM ソコロフである。KBM を訪問するロシア大統領、ウラジー・ミル・プーチン。2009年。KBM は、旧ソ連で配備された。 迫撃砲の80%以上を生産したほか、以下の兵器を開発した。ありがとうございます。